皆さんこんにちは。しばらく調子を落として B 級にいた選手で、最近 A 級復帰が濃厚なボートレーサーといえば誰を連想しますか？今回はプロの女子ボートレーサーである高畑式選手をご紹介したいと思います。高畑式選手はその卓越した運動神経でプロのボートレーサーという夢をつかみ取り、かなりのスピードで成長を遂げ、一度は最上位の階級である A1 級へ昇格します。しかしとあるレースで重い罰則を受けることになり、一気に B1 級へ降格してしまいました。そんな中でも持ち前の技術で高い勝率をキープし、次の2024年後期の級別審査において A 級昇格が濃厚と言われています。今回はそんな高畑式選手について、ボートレーサーになるまでの経歴やボートレーサーとしてデビューしてからの成績などを含めてじっくりご紹介したいと思います。高畑式選手は1999年11月10日生まれ、登録番号5088、124期、大阪府出身で大阪支部に所属している。現在 B1 級のボートレーサーです。高畑式選手は小学校4年生の頃にサッカーを始め、高校を卒業するまでの約9年間ずっとサッカーをしていたそうです。当時はサッカーの運動量の多さから女子には厳しいとされていたスポーツでもありますが、高畑式選手は持ち前の運動神経で数々の実績を残し、高校進学時もサッカーの強豪校である大阪学芸高校に進学し、実力を兼ね備えたエースとして活躍していました。全国高校総体ではベスト16に入賞、全日本高等学校女子サッカー選手権ではベスト8という輝かしい実績を残しています。そのように学生時代のほとんどの時間をサッカーに費やしながらも、サッカーでプロになる道の厳しさを知っていた高畑式選手は、自分の進路については明確に考えられていませんでした。そんな頃、実家で父親が高畑式選手と同じように進路に迷っている兄に対して、ボートレーサーはどうだと勧めている姿を目にします。そんなひょんなことがきっかけで、高畑式選手は私も行けるかなと興味を持ち、ボートレーサーを目指してみようと思い立ったそうです。思い立ったらすぐ行動するという高畑式選手は、早速ボートレーサー養成所の試験を受け、見事合格を果たします。長年のサッカーで培った運動神経や体力を存分に発揮したおかげで、約40倍と言われている高倍率の養成所の試験をスムーズに突破しました。その後1年間の厳しい訓練を経て、高畑式選手は晴れて124期の新人女子ボートレーサーとしてデビューを果たします。2019年5月14日住之江競艇場で行われたスポニチ杯争奪第53回なにわ賞で、高畑式選手はデビューを果たします。全てのレースを事故なく走り切ったものの、デビュー節の成績は5着6着5着5着6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 着とプロの実力を実感する結果となりました。そんな高畑式選手の124期の同期には、ルーキーの頃から注目され、今でもトップレーサーとして活躍する末永和也選手や、ガンダムユニコーンのインタビューで有名ながら、しっかりと実力を兼ね備えている佐藤浩選手、高畑式選手と同じく男性ファンも多い生田ハミネ選手などがいます。高畑式選手はデビューした後は少しずつ技術を身につけるとともに、デビューからわずか2ヶ月と少しで水神祭を飾ります。2019年7月23日住之江競艇場で行われた第53回しぶき杯競争日韓コム杯にて6コースから進入し、安定したスタートから展開をついて華麗なまくり差しを決めて初勝利を挙げます。嬉しい初勝利とともに、そのレースの結果は5、6、1で、3連単のオッズは1311倍の大波乱も巻き起こしました。その後デビュー期は勝率が1点台、次の期も2点台だったものの、徐々に技術とレースセンスを磨き、2021年後期には1着数も一気に11本に増え、勝率も4点台前半と大幅に成長を見せます。また2021年2月1日には琵琶湖競艇場で行われた琵琶湖ヴィーナス酒処京都新京極スタンド杯にいて
自身初となる優勝も記録します。デビューから2年余りで B 級選手はもちろん A 級選手とも張り合えるほどの腕を身につけ、2022年後期には初の A2 級へ昇格を果たします。勝率も5点台中盤をキープしていました。デビューから数年経っても勝利を挙げられない選手や勝率が上がらないまま引退に追い込まれる選手も少なくない中で、高畑式選手は持ち前の運動神経を生かしながらプロのボートレースの世界に順応し、トップレーサーへの道を進んでいきました。そして2023年3月18日には下関競艇場で行われたヴィーナスシリーズ第23戦北九州下関フェニックス杯において優勝戦の2号艇をゲットした高畑式選手。1号艇には A1 級の落合直子選手が構えましたが、高畑式選手が2コースから見事な差しを決めて悲願の初優勝を成し遂げました。そんな実績を積みながら2023年後期には初の A1 級の昇格を決め、勝率も 6.20 とトップレーサーとして申し分ない成績を記録します。 A1 級の女子レーサーと対等に戦える技術はもちろん、男子選手にも負けず混合戦でも結果を残せる人気と実力を兼ね備えたレーサーに成長しました。しかしそんなニューヒロインである高畑式選手をある悲劇が襲うことになります。2023年4月15日に平和島競艇場で行われたヴィーナスシリーズのとあるレースに出場した高畑式選手。先頭を走る高畑式選手の後を後方から塩崎久香選手が追っていました。高畑式選手の1着は硬いと思われていた時、高畑式選手は2周1マークでなぜかいきなり減速し、後続艇に抜かれて3着の位置まで落ちてしまいます。これには見ていたファンも、え、なんで、高畑どうしたと驚きますが、高畑式選手も焦った様子を見せ、そこから追い上げて1着を取り返しました。しかしこのレースでいきなり減速した高畑式選手と、それを見て同じように減速した塩崎久香選手は不良後方を取られてしまい、即日帰郷の処分を受けます。その後高畑式選手と塩崎久香選手の処分とその理由について公式の発表が届きます。発表によると、高畑式選手は1周1マークを旋回する際に2号艇が転覆していると勘違いしてしまい、2周1マークで転覆したはずの2号艇を探したため減速していたようです。結果的に2号艇の選手は転覆ではなくフライングですでにレースを離脱しており、はためには高畑式選手がいきなり減速したと見えてしまったのです。また高畑式選手を追っていた塩崎久香選手は2周1マークでいきなり減速した高畑式選手を見て、何かあったのかと自分も合わせて減速したということだったようです。そして即日帰郷という処分と同時に、高畑式選手は審議会の決定により3ヶ月の出場停止という重い処分が下されてしまいます。確かに事故がない状態で減速する行為は不良後方であると言えますが、高畑式選手にとっては勘違いしてしまってレースの安全のために取った行動だったようです。さらに努力を積み重ねてやっと A1 級に昇格したばかりのタイミングであったことも含めると、審議会から下された処分はやりすぎではないかという声も多く上がりました。その後3ヶ月の出場停止を食らった高畑式選手は期末出走数が64走となってしまい、 A 級維持の条件である70走以上という条件を下回ってしまいます。その結果2024年前期は条件通りに B 級へ降格となってしまいました。しかし期末勝率は 7.16 という驚異の数字で、上位から数えても50から60番目に入っていました。実力は間違いないことは明らかであったため、ファンからはかわいそうすぎる、早く戻ってきてくれという声が聞かれました。その後出場停止処分を経て水面に戻ってきた高畑式選手は腐らずにレースで成績を上げ続け、2024年4月11日現在の適用勝率は 5.71 となっています。2024年後期の級別審査において A2 級のボーダーラインは例年通りで予想すると 5.40 前後になると想定され、
高畑式選手の永久復帰は濃厚な状態です。現在は復帰後のリハビリ期間もあったこともあり、勝率は5点台ですが、 A1 級昇格時の成績や技術を考えれば、高畑式選手の成績は伸びしろを残しているでしょう。まずは次の期に A2 級に昇格し、その後さらにステップアップして A1 級へ返り咲いた高畑式選手の姿を見れることに期待したいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。